はい、今回は新しく出た、はい、RMW、はい、ご紹介いただいてもいいですか。はい、はい、まあ、この商品はターゲットはもう本当に F1 カー、ほう、もうスポーツバリバリのスポーツカーって、はいはい、レーシングカーですね。レーシングカー、はい、はい、なので、はい、まあそのターゲットはもう本当にトップを目指す上級者。おお、トップを目指す上級者、はい、はいはいはい、違うな、俺トップオブザトップを目指すところですね。目指してるところはそこなんだけど俺違うないや、そこの行く過程のどこにいるかっていうの、はい、みんな多分ここを目指すと思うんですよ。そうですね、はい、僕は目指してます。トップオブ、はいはいはい、トップ、はい、オブザトップ、そうですよ、ね、目指してますが、はいはい、まあ、その辺の中でもやっぱりその段階があるんで、はい、まあ、それはそれぞれ選んでいただければ、はい、すっげえ池田さん言葉選んでますよね、このイップスの日野に対してめっちゃ気使わしてるなので結構シビアにこうヘッドをのあのボールにコンタクトして、もう、はい、こうイップスが、はい、もう存分にテクニックを、おー、はい、技術を 120% 出せる、はいはい、そういうクラブになってますなるほど、はい、じゃあ、RM4 の後継みたいな感じですか、ね、そうですね、 RM4 の後継ですね、うん、その流れを、なるほど、はい、で、まあ、ロフトバリエーションは、はい、46度から、はい、60度まで2度刻み、はいで58度だけバンスが3種類、うんうん、これはアルファの、ラインナップと変わらないです、はい、ということは HML と、はい、で H がハイバンス、はい、M がミドルバンス、バンスで L がローバンス、はい、ということ で、 そうです、3種類58だけ3種類あるということで、はいはい、トップを目指す日野さんにどこにいるかは置いといて試してもらおうともう泣きたい、帰りたい、もう帰りたい、今日帰らして。本当はだから僕こっち向いてると思うんですよ、はい、ただ僕まだ打ってないんで、そうですよね、もしかして今 RMW で RMα が使わせてもらってるんですけど、はい、まあ今調子いいんで、うん、もしかしてもう一回ここに戻るかもしれないですけど、ね、かもしれない、今日使って、はいはい、なんでちょっと試してもらって、はい、はい、お願いします、はい、皆さんにザクザクしてるところを紹介できると思います。いや、またね、時期が最高ですよね今日凍ってますからこれ、ね、そう、凍って日が出てきてちょっと溶けてきて、うん、ぬかるんで、うん、もう刺さりたい放題刺さるぞっていう、帰りて、いや、もうこれ俺絶対営業妨害になるような気がするな。でもそんな僕が打てたら本物ですね。本物です、はい、はい、です、ということで、じゃあ、はい、試打させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今58度3本ですかね、はい、58度3本、はい、どうしよう、まずじゃあ、あの4 RM4 との違いをちょっとお聞きしてもいいですか。4との違いですね、はい、4の、ソールの形状は、うん、4でいう H ソール、あ、はいはい、はい、僕使ってる H ソール、 H ソールを踏襲してます。あ、なるほど、じゃあちょっとこう本当にフィーリングというかこう操作性がいい方ですね。そうですね、うんうん、あと RM4 の、 その、ロフトが多い方はと、ヒール側が厚かったんですけど、はいはいはい、今回はトー側が厚くなってます。ああ、なるほど、はい、でこれはあのヘッドのやっぱりそのトーに当たっても当たり負けしないようなあの機能を出すために、うんうんうん、あのそういう風な形になってますね。なるほど、はい、ただちょっと重心性能がフォートはちょっと違います。ちょっと優しくなった、あの芯が広くなった感じになるんですかね。どっちかといえばそっちの方ですね、はい、テクニックは使えるけどちょっとこう、はい、そこまでシビアに使わなくても、ね、はいはい、あのお助けもちょっとあるみたいな感覚ですかね、そうですね、はい、うん、じゃあ、はい、とりあえず58のハイバンスからいきます。ハイバンス、はい、間違いなく僕が合わないハイバンス。ハイバンス。意外にこれが良かったし。ああ、顔は確かにこうフォーの和みというか流れありますよね。はい、うん、まあ、ヘッドの大きさ、はい、まあ、出っ歯具合、はい、まあ、そんなにフォーと違和感なく。あの、やっぱ
アルファもいいんですけど、4のやっぱこのちょっとこの出っ歯具合、はい、やっぱ僕は落ち着きます。あ、本当だったらこれ使いたいです、はい、この出っ歯具合、この歯からこう入れていくイメージが出るんで、はい、はい、じゃあ H ソール58度の H ソールを打ってみたいと思います。お、ナイス、いいっすね、いいっすね。あれ、これ素材は一緒ですか？20C、20C、4、はい、の時も 20C ですか？ 20C、4 は 25C。 ああ、じゃあもうちょっと打感柔らかくなった感じですか？はい。あ、なるほど。ちょっと打感の、こんだけ寒いのに打感の柔らかさが分かりました今。打った感じ、ちょっと打感が柔らかい。それノンメッキですよね、これ。ノンメッキです。ああ、すごい。ちょっとボールがくっつく感覚があるな。あれ、うん、いいっすね、悪くない、いいっすね。あれ、治った？だあのアルファ使ってたらあのメンタルが治ったかもしれない。いや、アルファのおかげですごくメンタルがあの怖くなくなってきたんで、だいぶ落ち着いてきました。だからなんか打てるようになってきた気がするな。でもそうやって油断するといきなりきますからね。うん、カッて拾える、うん、はい、うん、なんか H ソール悪くないです。バウンスもちゃんと効いてるし、効いてるし、はい、どうしよう。じゃあ極端にいく、ミドルいきますか、はい、はい、じゃあ M、 はい、そして、こちらが、M ソールミドルバウンス、はい、こう真ん中ってことですよね。バウンス11、11、はい、さっきの H が14でこれが11。確かにこうソールさせてみるとバウンスがよりない気がするな。じゃあ行きます。やっぱバウンスがない分ちょっとこう下にちゃんと抜けていくというか、はい、おお、いい感じですね。めっちゃ使いやすいんですけど、うん、あれ、いい感じ。僕 W あれ、 W? あれ、じゃあちょっとローいってみます。ローこれ僕バンス的には好きな8度、8度、はい、ローバンスの8。ああ、ないですね、バンスがない。ちょっとここちょっと心配になってきたな。あ、あー、なるほど、開きやすい。これどうなんだろう、いいのかな。じゃあちょっとローバンス L ソール、うん、なるほど。え、でもなんか全然平気じゃないですか。いや、なんか打てるようになってきましたね。はい、おー、なるほど。こっちの僕はやっぱ L の方がこうなんていうんですかね、使いやすい、こう飛ばさないようにもできるんで、うん、開きやすいからやっぱいいかな。ただシビアかな、ちょっと。うん、ナイス。あれ、めちゃくちゃいいですけど、え、俺治った。正直、うん、W、はい、めちゃくちゃいいです。なんかいい感じですね。うん、なんか素材も、α も 20C ですよね、うん、であちら側はメッキじゃないですか、はい、でこっちはノンメッキだから、はい、さらにこう打感がいい感じはしました、はい、で、やはりこう操作性こうがこう開いたり閉じたりするイメージが湧きやすい、うん、あと小ぶりっていうのもあると思うんですけど、はい、なんか操作性がすごくいい、はい、こうヘッドに感じました、はいはい、まあ、やっぱね、操作性はアルファよりもちょっとヘッドが小ぶりなんで、うん、操作性はやっぱしやすいですよね、うん、はい、もうテクニックをすごい使いやすい感じで、こんだけ薄い芝であれだけボールをちゃんとコンタクトできる、はい、しっかり
拾えてましたね。僕正直これ好きかも。まあでも冬場はアルファとかで、まあ、心のケアをしつつやりながら、まあ、オンシーズンになったらこっちダブル使うとかもありなんですかね。そうですね、やっぱり、うん、あのまあ、きっちりちゃんと打ててる時はもちろんそれはきっちり打ててうまくいって、うん、はい、それが、まあ、ちょっとでもそのなんて言うんだろう、入るところを間違えたり、うん、ちょっとでもずれてくるとやっぱりそこがミスになってくる、うんうん、だアルファとかはそこがもうちょっと拾ってくれるんでミスを、うん、だ保険をかけるなら、ね、アルファ、うん、なるほど、もうこれでいったれと行くんだったら W って。あ、なるほど。例えばの話ですけど、アルファを例えばアルファの僕46とか52、はい、フルで振るようなクラブ、はい、あれはアルファ僕めちゃくちゃこうピッチングからのこうアイアンからの流れでアルファできてるじゃないですか。だからすごく46とか52って僕アルファ結構好きなんですよ。フルショットが打ちやすくて。で58だけ例えば W にするとかそういうのもあれですか、こう流れ的に。ありですね。あれもアルファの上のローロフト番手の方は結構アイアンっぽいんで。そうですね。だからアイアンっぽく使いたい方は、はい、あのアルファ入れた方がフルショットで、うん、そのイメージ通り多分、はい、飛距離とか弾道とかが打ちやすいと思います、うんうん、でまあ58っていうのは、まあ、グリーン周りも含めてバンカーも含めて、うん、まあ、テクニックが多く使うところなんで、はい、まあ、そういうテクニック使わなきゃいけない時には、うん、ちゃんとテクニックが使える、うん、こうダブルにして、はい、まあアルファももちろん使えるんですけど、はい、まあここまあ怖いなっていう、シビアだなっていうライだったら 5-2 で打てばいい話じゃないですか、アルファの 5-2 で、はいはい、で 5-8 でまあこう W でしっかりこうテクニックを使っていくっていうのが、はい、まあオンシーズンの話ですけど、はい、まあそういうやり方もありだなっていうのを今示唆しながら。そうですね、うん、はい、まあ、あとはその自分のなんかそのなんか調子というか、うん、ちょっと不安な時とか、はい、自信がある時ってやっぱあるじゃないですか、うん、はい、やっぱ不安な時はアルファを使って、うん、でまあ、地震が今日はいけそうだと思います。そういう時はもうこういうのを使うとか、うんうん、そういうのもありだと思います。でも僕正直もう本当に、まあ、同時期ぐらいに発売されましたけど、うん、はい、もう全然もう別物のクラブに僕は感じるんですけど、 そうですね、その、まあ、コースによってセッティングをよく番手を変えたりするのと一緒で、うん、はい、まあ、そういうコース砲台グリーンとか、はい、なんかちょっとこう今日はグリーンとかグリーン周りが難しそうだなと思うときはこれを持っていったりとか、はいはい、なんか今日は昨日雨降ってたからライ良くないだろうなっていうときはアルファを持っていくとか、はいはい、なんかそうやってこう2つセットをちゃんと W とアルファを持ってて、はい、そのコースによってちゃんと分けるとか。そうですね、なんかそういう使い方ってすごくありだなと思って、うん、そうですね、うん、コースによってもそうだし、うん、その自分の調子によってもやっぱり選択するクラブを変えていくっていう、うん、なるほど、まあ、個人的にはこのノンメッキっていうのがすごい気になるんで、はい、アルファのノンメッキがあったらアルファのノンメッキでもいいですけど、やっぱノンメッキいいっすね、まあ、風合いがね、うんうん、やっぱノンメッキの奪還 とか、ね、うん、はい、やっぱあのアルファもメッキの中でもめちゃくちゃ柔らかいと思うんですけど、はい、同じ素材でノンメッキ打ったらさらにやっぱ奪還気持ちいいんで、はい、やっぱその良さも W にはあるのかなとは思いますね、うん、そうですね、はいはい、ということで、RMW の販売店、はい、あの、オンラインストアでは売られるんですか？オンライン、はい、公式オンラインストアでは、はいはい、カスタムのラインナップとして販売します、はい、で、ショップでは特別なところしか。そうですね、あのこれはあのパーツの販売で、はい、公式特約店クラフト、そうですね、ゴルフクラフト14、はい、特約店という、はいはい、のみのみですね、はいはい、で、パーツで販売しております、はい、で価格が、税込みの3、ヘッドが1個33,000円。33,000円、はい、おー、なるほど。まあプラスアルファ工房行くと、まあ、シャフト代とか、はい、まあ、ね、工賃が入って、うんうん、っていう値段になりますね、はい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 、カラーは、カラーは、今あこのサテンの1種類のみです、はいはい、じゃこの1種類のみの、はい、販売となっています。そうですね、はい、はい、
という感じで、今回は新しく出た RMW のご紹介でした。